ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さてさて、今日は、ここ5年間で絶滅してしまった生物について紹介していくぞ。5年間って本当に最近の話じゃない。絶滅って恐竜とかのイメージが強いけど、そういう大昔の話じゃないのかしら。いやいや、最近でも残念なことに生物の絶滅は進んでいるんだぜ。もしかしたら、今こうやって私たちが喋っている間にも、なんてことがあるかもしれないんだ。そんな、でも、私絶滅した生物なんて聞いたことないんだけど、どんな生物がいるのかしら。最近は、ゆるゆる絶滅生物図鑑などという書籍もブームになったりしているし、いいきっかけになるんじゃないか。絶滅した生物のことを知るというのは、私たちの生活を見直すこともできるかもしれないから、ぜひ聞いてくれ。そうね、私たちにとっても大事なことなんだと思うわ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介する生物は、スムースハンドフィッシュだぜ。名前にフィッシュってついているから、これは魚かしら。その通りだ。スムースハンドフィッシュは、全部で14種知られているハンドフィッシュの一種で、1800年代初めに発見された、オーストラリア南東部原産の海水魚だぜ。ハンドフィッシュは小型のアンコウの仲間の一種だ。そもそもハンドフィッシュって名前を初めて聞いたよ。ハンドフィッシュ科の残りの13種は、いずれもまだ現存していると考えられるものの、うち7種は、比較ても2000年以来目撃されていないんだ。一種を除き、すべてが絶滅危惧種または近絶滅種、あるいは、状況を確定できるだけのデータがないことを意味する、情報不足種に分類されているぜ。だからあんまり知られていないんだ。いつ頃絶滅したのかしら。2020年、IUCN 国際自然保護連合のレッドリストにて、公式に絶滅認定されたぜ。現代の海水魚としては、初めての絶滅認定となっている。かつてスムースハンドフィッシュは、ありふれた魚だったが、最後に目撃されたのは1802年だ。200年以上も目撃はされていなかったのね。ねえマリサ、ハンドフィッシュって名前だけど、何か手に特徴があるの？魚に手があるのかも疑問なんだけど。ハンドフィッシュという名前は、小さな手のようなヒレを使って、海底を歩くように移動する姿から付けられたぜ。ハンドフィッシュの大きな特徴は、独自に発達した前ビレを使って、海底を這うように移動することだ。前ビレを使って海底を這うって、想像すると可愛らしいね。彼らは、魚が基本的に持っている、浮力をコントロールするための浮き袋を持っていないから、水中を泳ぐことができないんだ。この肉厚な胸ビレを使って、岩肌や海面、海藻等を掴んで移動したり、体を固定していたそうだぜ。へえ、だから手のようなヒレを使って、ほふく前進するように歩き回るのね。でも泳げないって結構不利なんじゃない？そうかもしれないな。泳いで採事ができないので、頭に生えたエスカというトサカを使って、餌をおびき寄せるんだぜ。餌となる小魚や甲殻類等をおびき寄せる、疑似餌のような器官があったようだな。エスカを使って巧みに餌を捕食していたのね。見た目は、あんまり魚らしくないわね。サイズや見た目は様々だ。スムースハンドフィッシュの標本は世界に一つしか残っていないため、生きていた頃に発色していた本来の体色などは詳しく説明はできないんだが、他のハンドフィッシュの仲間には、白地に黒褐色の細やかな水玉模様であったり、全身目が覚めるような赤色だったりと派手な体色も多いため、スムースハンドフィッシュの体色も美しいものだったと思われるぜ。へえ、綺麗な姿を私も見てみたかったな。ところで、どうしてこの子は絶滅してしまったのかしら。原因はいくつか考えられていて、乱獲、海水汚染、生息地の減少などが挙げられるぜ。人間が、こいつらを絶滅させたと言っても過言ではないのかもしれないな。うわぁ、やっぱり人間が関わってくるんだ。乱獲っていうのが気になるわ。彼らを狙って網を入れるといったことはなく、この海域に生息する食用の魚や貝類、甲殻類を取るための用の網に、紛れ込む形で漁獲されたと言われているぜ。スムースハンドフィッシュは泳ぎが大の苦手な魚だから、移動も速度も遅く。しかも、海底付近にいることが多かったため、網から逃げることができなかったのだろう。それで、そのまま他の魚たちと共に捕まってしまったのね。スムースハンドフィッシュを含むハンドフィッシュの仲間は、水質が悪化すると、肌がただれて死んでしまうほど繊細な魚だから、土地の開拓や水質の汚染により、次々と姿を消してしまったんだぜ。いずれにしても、人間が原因と言っても過言ではないだろうな。海域の汚染も大きな問題だと思うわ。人の生活の基盤である食を支えてもらっていて、生活に活力と癒しをくれる動物に対して、人間が原因で絶滅してしまうなんて悲しすぎるよ。今後はこのような被害は減らしていきたいわね。
次に紹介する生物は、ピピストレップス・スプルデイだぜ。え、なに、なんだか呪文みたいな名前ね。そんな長い名前を聞いたことないし、覚えられないわ。確かにこの名前を聞いて、ピピストレップス・スプルデイ、絶滅しちゃったのか、残念だな、とはならないよな。うん、絶対ならないわ。じゃあ和名、小笠原油コウモリと言ったら、イメージできるんじゃないか。小笠原油コウモリは聞いたことあるよ。小笠原諸島と関係あるのかしら。小笠原油コウモリは、哺乳綱翼種目、ヒナコウモリか油コウモリ属に分類される翼種類だ。1915年に、模式標本一頭を元に新種として記載されて以降、確認されていないぜ。19世紀末に、小笠原諸島母島で採集されたとされているんだ。やっぱり小笠原諸島と関係があるんだ。19世紀末以降は、一度も確認されていないのね。まるで幻の存在じゃない。標本が一つしかなく、確実な目撃例もないことから、実際に小笠原諸島で採集されたのか疑問視する専門家もいるようだぜ。アブラコウモリが属するヒナコウモリかは飛翔力が弱く、海洋島に生息する例がほぼないことも、小笠原アブラコウモリの正当性を疑問視する理由の一つになっている。いわくつきのコウモリなのね。模式標本は、頭胴長37ミリ、尾長31ミリ、前腕長30ミリと言われているぜ。日本に広く生息するアブラコウモリの頭胴長が、38から60ミリということを考えると、かなり小型だよな。そうね、体毛は黒っぽいのかしら。それが、あんまり詳しいことは分かっていないのが現状だ。なんせ標本が一頭しかないから、無理もないんだぜ。確かに、それで、この子はいつ絶滅してしまったの？2020年時点で、IUCN 及び環境省レッドリストでは、絶滅として判定されているぜ。一方で、新種として記載された1915年以外に確かな記録がなく、分類の再検討が必要とされていて、2006年の IUCN レッドリストでは、情報不足に位置づけが変更されたこともあるようだぜ。そうなのね、じゃあやっぱりもう見ることはできないんだよね。小笠原諸島では、近年に至って本種とおぼしきコウモリの目撃例が相次いでいるが、どの情報も信憑性を欠き、未だ生存を確認するには至っていないから、難しいかもしれないな。そっか。じゃあ絶滅した理由もわからないのかしら。残念なことに、素性が明らかになっていない部分が多く、絶滅した明確な理由も確かではないぜ。ただ、環境の変化などは関わってくるかもしれないな。いずれにしてもわからないことが多すぎるわ。そんな霊夢に、とっておきのものを紹介するぜ。え、なになに？小笠原油コウモリについて調べているときに、英語サイトで、小笠原油コウモリのジグソーパズルを発見したんだ。え、マリー・エヴァンス・ピクチャー・ライブラリーという、あらゆる画像のライセンスを取得している団体のサイトで、販売しているものらしい。パズルの他にも、トートバッグやポスターなどのグッズを購入できるぜ。情報が少ないからもので釣ろうとしてます？いやいや、そんなことするわけないだろ。画像がグッズに印刷された状態で在庫があるわけではなく、ユーザーが好きな画像とグッズの形式をオーダーした時点で製造を行い、配送してくれるようだから、ぜひ買ってみたらどうだ。買うわけないでしょ、と言いたいところだけど、そう言われたらとても気になってきたわ。ちょっと私も調べてみようかしら。次に紹介する生物はハワイマイマイだぜ。なんだか愉快な名前だわ、ハワイマイマイ。ハワイマイマイはハワイの固有種だぜ。オアフ島固有のアチャティネラエイペックスフォーバという種のカタツムリだ。黄色い先端という意味を持つように、殻の上部が黄色く尖っているのが特徴的だぜ。確かに殻の上が黄色いね。ちょっとオシャレに見えるのは私だけ？こいつの祖先は、古くは1700年代の書物にも登場し、イギリス人探検家のジョージ・ディキンソンがハワイに訪れた時には、このカタツムリの殻を使った霊で出迎えられたとの記録も残っているんだ。そのくらい、ハワイを象徴する生物だったのかもしれないわね。ちなみにこいつは、世界で最も孤独なカタツムリと報道されることも多かったんだぜ。え、孤独なの？私と一緒じゃない。一緒でいいのか、霊夢。こいつは、ジョージと名付けられて飼育されていたんだぜ。ジョージ？どうしてジョージって名前が付けられたのかしら。ガラパゴス島で発見されたピンタゾウガメというカメがいたんだが、その最後の一匹は、孤独のジョージという名称で親しまれていたんだ。ピンタゾウガメのジョージは2012年に息を引き取り、これをもって、ピンタゾウガメも絶滅したと考えられているんだ。ほうほう。この亀から名付けられたことから、ジョージと言われているらしいぜ。このカタツムリのジョージはマスコミなどで取り上げられ、ハワイの人々の間で親しまれていたようだな。いわば、ハワイカタツムリ界のセレブといったところね。ねえマリサ、この子はいつ頃絶滅してしまったの？2019年1月1日に、ジョージが死んでしまったと報道が相次いだぜ。年は14歳、カタツムリとしては大往生だったんだ。
そっか、長生きしたのね。とても残念なことだけど、繁殖することは難しかったのかしら。研究者たちは、その50年以上にわたって交尾の相手を探し続けたが、同じ種の個体は見つからなかったぜ。この種は雌雄同体で、繁殖には2匹の精体が必要なんだ。ジョージ以外の個体が見つからなかったんだ。まさに孤独だわ。ハワイにはかつて、驚異的な数のカタツムリが生息していたんだ。19世紀の記録によれば、1日に貝殻を1万個以上収集できるほどだったというぜ。1万個以上も、それだけの数がいるのに絶滅だなんて、どうして？第一の理由は、1900年代にヨーロッパ人が、カタツムリをコレクションとして、大量に採取するようになったことだぜ。ああ、確かにカタツムリコレクターは多そうだよね。特にハワイマイマイは殻もとても綺麗だし。そして第二の理由は、ヤマシタチオビと呼ばれる、肉食性のカタツムリがハワイに持ち込まれたことだな。ヤマシタチオビ？ヤマシタチオビは、カタツムリやナメクジを食べる陸貝だぜ。この子も貝なのね、どうして持ち込まれたのかしら。このヤマシタチオビが持ち込まれた本来の目的は、外来種のアフリカマイマイを駆逐するためだったぜ。しかしそううまくはいかず、逆にこの肉食カタツムリが、動きの鈍いジョージの祖先や、その他のハワイ固有のカタツムリを捕食してしまったんだ。何それ、それじゃ意味ないどころかマイナスじゃない。ヤマシタチオビは、固有種を気に入ってしまったんだろうな。1955年の導入以降、異常な速さで捕食しているぜ。むむむ、これは完全なる失敗。さらに、第三の理由は気候の変化だぜ。近年ハワイの気温は上昇し、逆に降水量は減少しているというデータがあるんだ。ああ、やっぱり環境問題はつきものだよね。気温が上昇し降水量が減少すると、山火事が多く発生するようになって、生息地である森林が失われてしまうんだ。それは災難すぎるよ。環境や気候の変化により外来種が勢力を増し、逆に、ハワイ固有種の存在が危ぶまれているのね。また、個体群の健全性がすでに崩れていたにもかかわらず、カタツムリの寿命の長さが、それを覆い隠していた可能性もあると言われているぜ。どういうこと？寿命が長ければ、新しい世代が生まれなくなっても、しばらく個体数が維持されるだろう。だから、そこまで数が減っていることに対して危険視していなかった、ということだな。もっと人間にできたことはあるんじゃないかって思ってしまうよ。亡くなったジョージはどうなっちゃったのかしら。ジョージの死骸は、エタノール保存されたぜ。貝殻は200万を超えるハワイの陸貝の標本とともに、バーニス・パウアヒビショップ博物館の軟体動物コレクションに加わる予定だ。そうなんだ。2017年には、ジョージの足の小片が慎重に切り取られ、サンディエゴ動物園保全研究所の冷凍動物園に送られたぜ。なんで、そんなことする必要あるの？クローニング用の DNA を提供するためだぜ。今のところ、クローニングは不可能だが、近いうちに実現するだろうと言われているぜ。へえ、すごいじゃない。専門家が言うには、古い貝殻から DNA を採取できる場合もあるため、種を蘇らせるための遺伝的多様性を確保できる可能性はあるということだ。ただし、カタツムリの暮らす森が元の状態に戻り、外来種が排除されない限り、安全な生息環境はもうどこにもないとも付け加えているがな。種を蘇らせることができたとしても、今の環境が続いたら、またすぐ絶滅しちゃうもんね。私たちも生活のあり方を考えないといけないね。最後に紹介する生物はジュゴンだぜ。ジュゴンは私でも知ってるよ。絶滅しちゃったの。まあまあ落ち着け、霊夢。順番に話していくぜ。ごめんなさい。ジュゴンは、ジュゴン目ジュゴンかジュゴン属に分類される。クジラ類に似た胴体と小さな頭を持つ大型草食獣で、人魚のモデルになったと言われる哺乳類だぜ。ああ、初めてジュゴンを見た人が、人魚がいたって言って話題になってたよね。日本でもジュゴンを見ることはできるのかしら。亜熱帯から熱帯にかけての浅く暖かい海に生息し、主に海藻を食べているんだ。日本国内では、沖縄島東部の沿岸域にわずかに生息しているぜ。沖縄にしかいないのね。確かに暖かい地域にいるイメージが強いわ。そんなジュゴンの特徴だが、鼻の穴は平たい粉炭の上方にあり、頭を少し持ち上げるだけで、海水面上に鼻が出て、呼吸できるんだぜ。口の周りは直径2ミリもある太い毛で覆われているが、このヒゲで海藻類を集め、採食するそうだ。へえ、何かと器用なんだ。ヒゲで海藻を集めるだなんてすごいわ。そんなジュゴンだが、とても残念なことに、沖縄のジュゴンが2019年に絶滅したと記した論文を、英科学誌に投稿したことが分かったんだ。論文を提出したのは、沖縄県名護市辺野古の米軍基地建設で、環境対策を助言する防衛省有識者会議の一部の委員だぜ。そっか、かつては沖縄の海にたくさんいたんだろうけど、しばらく生存確認もできていなかったんだろうね。残念だわ。
ところが、この論文は提出後、修正されたんだ。え、修正って何よ？沖縄のジュゴンに関して環境省は、沖縄島北部で2020年6月に、海藻を食べた後を確認したと、今年4月に発表したんだ。それってつまり、絶滅はしていなかったってこと？ああ、IUCN は絶滅種ではなく、絶滅危惧種と評価したんだぜ。絶滅がかなり危ないといえど、完全に絶滅していなくてよかったわね。でも、そういう修正ってよくあることなの、私は初めて聞いたんだけど。今回に関しては難しい話になるんだぜ。2022年にとある論文が提出されたんだが、その内容は、個体群動態を記述する数理モデルで、沖縄島近海のジュゴンの個体数の変化を分析しているものだったんだ。うんうん。このモデルの重要な過程は、沖縄島近海のジュゴン個体群は、孤立した閉鎖個体群である、という点なんだ。つまり、沖縄の外からジュゴンが分散移入することは、考慮されていないってこと？その通りだぜ。また、モデル分析には、捕獲、混獲されたり漂着したジュゴンの死亡個体数のデータを用いているから、環境省や沖縄県が調査している最近のジュゴンの分布情報は、この論文の分析には含まれていないんだ。話が難しくてよくわからないよ。このような数理モデルをもとに、ジュゴンの個体数変動を予測すると、2019年には、個体群動態モデル的には、ジュゴンの個体数を捉えることができなくなった、ということになるんだ。なるほど。ジュゴンを個体群として定量できなくなったというのは、絶滅したと判断されるっていうこと。そう解釈する専門家もいるってことだな。絶滅種の指定は、長期にわたって目視記録が全くなくなったことで判断されるが、本当に一個体もいなくなったのかどうかは、検証するのが困難で、種の絶滅判定にはとても時間がかかるんだぜ。まあそうよね。沖縄のジュゴンが個体群として成立していないから絶滅した。という解釈をする研究者は一部いるかもしれないけど、絶滅判定するには、数理モデルの分析結果とは別の情報も考慮しないといけないと思うわ。そうなんだぜ。まあ現状は絶滅危惧種とはいえ、絶滅は免れている状況だから、これからも絶滅しないように守っていきたいよな。うんうん、何度も言うけど、私たちも生活を改めないといけないわね。ということで今回の動画は以上だぜ。難しい話もあったけど、これから私たちがどのように生活していくべきか、なんとなく分かった気がするよ。おお、それならよかったぜ。ちなみに霊夢はどのように生活していくんだ？まずは命に感謝して、食べ物は残さない。それはいつもの霊夢だな。いい心がけだから続けてくれ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。